福岡市立名野浜中学校は、福岡県福岡市西区あたご浜一丁目にある公立中学校。通称、名中。2019年5月1日現在、福岡市有数のマンモス校である、1947年名野浜小学校近くに開校。地下鉄の開業による名野浜駅のターミナル化や、開品埋め立てで誕生した西福岡。 マリナタウン宅地造成で住民が増えたことによる生徒増加に対応して、内浜中学校の分離や校舎改築で対応していたが、校舎の老朽化や今後の生徒増の対策が迫られ、2003年、移行式会による協議の末、周辺小学校も含めた校区再編を行うこととなった。2006年に市福岡マリナタウン地区に新築移転した。内装は赤や 黒、各階が統一された色を使用し、校舎中央一列で貫く、大階段を配置するなど、モダンなデザインになっている。旧校舎は、名北小学校として集築し使用している。学校行事の案内や、先生の訓示などで、体育大会、合唱コンクール、時給層、駅伝大会を、名中三大行事と総称することがある。 2017年現在14の部が活動している。学校側が部活動に所属することを推奨しており、8割近くの生徒が部活動に所属している。1、青空遠く青ぐところ山ありせふりの雲と高く、我らが抱負創造の歓喜励め励め若きが、透明中明中明中今こそ、我らに、洋波に忍ぶ、歴史家やり限界ここにしぶく。 がとの力青春の希望を励め励め若きが、透明中明中明中今こそ、我らさん正しく強く響き渡る変わり、むろみの流れ尽きず我らは学ぶ近代の文化励め、励め若きが透明中明中明中今こそ、我ら校舎が立つあたご浜地区は、博多湾を埋め立てて造成された、完成な住宅地である。校区内は、旧唐津街道、原稿防類など、 歴史的な建造物と名の浜駅、大型商業施設、公共施設があり、市内でも住環境として利便性が高い地域であるため、大規模高層マンションなども増え、人口が増加している。ありがとうございます。